蝶の名言、親鸞、鎌倉時代の僧、浄土真宗の宗祖。11月28日は親鸞の命日です。一人でいて悲しいときは二人でいると思いなさい。二人いても悲しいときは三人いると思いなさい。自分の命は今日限りであると毎日思い、時々は今が最後の瞬間であると思うべきである。明日があると思っていると、桜の花が今晩中に儚く散ってしまうように機会を失うものだ。否認を差別するものこそが真の意味での否認である。我欲にとらわれてばかりで仏様のような知恵と慈悲を備えた眼は私たちにはないけれど、心配しなくていい。画質に満ちた私と気づいたとき、苦海の闇で惑う私たちを阿弥陀様の願いの船が必ず乗せて浄土へ導いてくださる。まるで暗闇に灯る灯台の明かりのように。人の命は短く脆い。善人ですら極楽浄土へ行くことができるのだから、まして悪人が行けるのは当然のことである。煩悩という色眼鏡をかけて物事を見ている私たちは、阿弥陀如来の救いのお働きに気づくことができないが、救おうとしてくださる広大な慈悲は怠ることなくこの私にも向けられている。どのような悪人でも念仏だけで往生できる。人間というのは契機がなければ一人の人間だって殺せない。だが契機がありさえすれば百人千人殺したくないと思っていても殺すこともあるのだ。我はほどなく浄土に帰るのである。この世に言い置くことは一言もない。凡夫というものは煩悩が身に満ちており、欲も多く、怒り、腹立ち、そねみ、妬む心が多く、臨終の年に至るまでそれが止まらず消えず絶えないものだ。毒の入っている薬を飲んではいけない。ただ念仏のみが真実の言葉である。